こんにちは。 YouTube を簡単に使いこなしていますか？今回はね、直接日本には関係ないんですけれど、もうすぐね11月3日ですか、アメリカ大統領選挙の投票が行われますが、まあ、それに関して YouTube が、いわゆる Q アノンと言われるね陰謀論への取り組みを発表しましたというお話をしたいと思います。はい、まずねその Q アノンとは何かということなんですが、ウィキペディアに書いてますね。 Q アノンとは陰謀論を唱える一部の保守派であり、トランプ政権とアメリカ合衆国の敵対者の機密情報にアクセスできると主張する、おそらくアメリカ合衆国の個人または複数の人物を指す概念であると書かれてます。はい、これに対して、ね、YouTube は、公式のブログで、このように書いてます。これ、日本語に訳します。YouTube での有害な陰謀説の管理。今日私たちは現実世界の暴力を正当化するために使用される陰謀論の内容をさらに削除することにより、憎悪や嫌がらせを抑制する取り組みに新たな一歩を踏み出しました。はい、コンテンツは常に変化し進化しているため、誤った有害な陰謀説を管理することは困難です。この種のコンテンツに効果的に対処するには、頻繁な変更を反映するためにチームがポリシーとシステムを継続的に確認および更新することが重要です。今日私たちは現実世界の暴力を正当化するために使用される陰謀論の内容をさらに削除することにより、憎悪や嫌がらせを抑制する取り組みに新たな一歩を踏み出しました。これはポリシーと思考を強化および進化させるための過去数年間の取り組みに基づいています。これは違反コンテンツの削除、有害な誤報の拡散の削除、権威ある声の向上、信頼できるクリエイターへの報奨という4つの柱を中心に構成された取り組みです。ほぼ2年前、私たちは推奨システムを更新することにより、有害な誤った情報の到達を制限するための大きな一歩を踏み出しました。これにより検索および検出システムからのビューが 70% 減少しました。実際 Q アノンのコンテンツを見ると、購読していないおすすめから著名な Q 関係関連チャンネルへの視聴回数が2019年1月から 80% 以上減少していることが分かりました。はい、あと英語で書かれてあるんで、その下、今日私たちは憎悪と嫌がらせの両方のポリシーをさらに拡大し、現実世界の暴力を正当化するために使用されてきた陰謀説を個人またはグループを対象とするコンテンツを禁止しています。はい、一例として Q アノンやピザゲートなど、これらの有害な陰謀の一つに加担していることを示唆することで、誰かを脅迫したり嫌がらせしたりするコンテンツがあります。いつものようにコンテキストが重要であるため、これらの問題に関するニュース報道や個人や保護されたグループを対象とせずに、それらを議論するコンテンツが続く可能性があります。この更新されたポリシーの適用を本日開始し、今後数週間で強化されます。これらの陰謀論を推進するグループの進化する性質と変化する戦術のために、私たちは最新の状態を維持し、この責任を果たすために必要な措置を講じることにコミットし続けるためにポリシーを適用し続けます。はい、関連トピック、ポリシーがありますね。ここをクリックします。あとこれ英語なんですけれど、日本語に翻訳をしましょう。は、ハラスメントポリシーの更新とかね、ここにポリシー関係の、情報が、掲載されていますんで、はい、興味がある方はねこちら、ご覧になってください。その下、ここは最新情報
ですんで、今回の QAnon とは関係ありませんけれど、 YouTube の公式ブログにはね、まあ、英語なんですけれど Google Chrome であれば日本語に翻訳することができますんで、まあ今回のようにまあアメリカ大統領選挙をね前にした QAnon 陰謀論の管理、コンテンツの削除、そういったね憎悪や嫌がらせを抑制するもの、コンテンツ、そういったのをね排除していくという取り組みだそうです。これはね、なんだろう、アメリカ大統領選挙だけではなく、まあ、日本でもね、結構いろんな陰謀論がありますんで、そういったね実際にはないようなもの、陰謀論、そういったものに関する、まあ、広く、適用されていくのではないかなというふうに思っております。はい、今回は YouTube の QAnon 対策、いわゆる陰謀論の対策についてお話をしました。さっきも言いましたようにね、今回のアメリカ大統領選挙だけではなく、まあ、広くね、まあ、陰謀論あるじゃないですか、そういったものにも、まあ、今後ポリシーが適用されていくのではないかなというふうに思っております。くれぐれもね、根拠のない情報、ソースがない情報をね広げるということもまあ良くないことなんでね、きちっと、情報元、ソース元をね確認した上で、情報の発信をお願いしたいと思います。はい、ということで、今回この辺で失礼します。チャンネル登録をよろしくお願いします。あと YouTube に関してね作ってほしい動画ございましたらね、コメント欄にリクエストお願いします。お待ちしてます。